皆さん、こんばんは !12 月18日木曜日、時刻は夜8時を回りました。はい、片町スクランブルナイト、司会の富友香子です。アシスタントの道下彩香です。今夜は私たち2人でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。<laughs> さて、来週はクリスマスということで、1>, 1週間早いんですが、今日は クリスマス期間でお送りしていきたいと思います。<や>ー <laughs> サンタさんで,どうでしょうかや。やっぱりサンタさんのお洋服着るとこうテンションが上がりますね。すねうん、はい、心の中ではジングルベルが流れておりますけれども。あやちゃんは、どうですか。はい、今年はどんなクリスマスになりそうですか。今年はですね。うん、クリスマスディナーを予約してまして。<ー>それがとっても楽しみですね。えー あとはまあ小さい頃は朝起きて枕元にプレゼントがあってそれがすっごく楽しみだったんで今年はなんか置いててくれなサンタさん来てくれてないかなちょっとそろそろ願っとこうかなと思いますいい子にしてれば来てくますよはい、はい、いい子にしてないと <laughs> 私はあの結婚してから、うんはい、外でディナーよりもお家でこでクリスマスを。 過ごすことが多くてじゃあごちそう頑張って作ってらっしゃるそうですね最近あのお鍋ばっかりなのではちょっと頑張ってはいしいごはん作りたいなと思ってますはい、ケーキもねそうですね楽しみですよねはいそんなウキウキワクワクした気持ちで今日もお送りしていきますあ昨日からの雪も降り続いていますが 雪が舞う今宵も片町スクランブルナイト、元気に楽しくお送りしていきたいと思います。十八、はい、回目の。配信ですね。<ー>今日は。はい、もうそんなになりますか。 こちら、片町ソーシャルメディアスタジオから今日もお送りしていきます。はい。え、番組はユーストリームのサイトから見ることができます。ユーストリームのサイトから片町とチェックしてくださいね。はい。えー、そして片町商店街のホームページ、はい、Facebook の片町ページからチェックすることもできます。はい。ぜひシェアよろしくお願いします。お願いします。では、今日の内容も見ていきましょう。はい、盛りだくさんです。はい、今日はですね、スタジオを飛び出してのコーナーもあります。はい。はいクリスマス 直前の外からのレポートも予定しているんですねま,すまず最初に昼の片町紹介のコーナーです、はい、今日は2店舗ご紹介していきます、はいえー、加賀雄然といえばこの店ではないでしょうか、うん、老舗五福店、エリトラさんのご紹介そしてもう1店舗はまあクリスマス直前ということで、はい、ジャーマンベーカリー、ー片町店から嬉しいお知らせなどご紹介していきますはい、そして、はい、もうね 街はクリスマスムード、うん、一色になってきましたけれども、はい、あ、その前にですね、ごめんなさい。その前に、はい、もう一個その前に、この番組がずっと追い続けております。はい、2015年の11月開催、フルマラソン、金沢マラソンに向けたコーナー、金沢マラソンへの道をお送りします。は 今回はですね、うん、動画でプレ大会を振り返りますので、うん、はい、それを見ながら、その時のことを思い出しながら、はいうん、はい、貴重なお話を聞きたいと思います。はい。はい。そして、そして、すいません、うん、このクリスマスムード一色ということで、はい、この私、あやかンタが、片町へ飛び出していきますので、はい、で、街中の様子とか、うん、片町にいらっしゃる方を、 ちょっとお話をね、伺いたいなと思ってます。ちょっとね、寒さを吹き飛ばして、片町と一緒に。は,ーいはい。はい。片町飛び出したいと思います、まあ。忘年会シーズンですからね。はい。忘年会の方もいらっしゃるの思いないでし,ょうか,いしかなはい。はい、そして最後は、こちらも見逃せませんよ。北陸新幹線開業間際ということで、うん、いろんな方に金沢のこと、片町のことを聞こうという、同系金沢、はいまあ。先月からスタートした。ね 新コーナーなんですけども、はい、ーー今日もお送りしていきたいと思います。はい、今回は、なんと、現役アイドルが登場します。あ,<ー>あの、親指プリンセスの、アイドルを <laughs> が。はい。お迎えして、片町のことを、楽しみそして、片町のこと、どう思っているのか、いろいろ聞いていきたいと思います。はい、ということで、今日も内容を盛りたくさんでお送りしていきますよ。皆さんからのメッセージもお待ちしていまーす、はい。メッセージは、えー、皆様の、はい。 ユーストリームのホームページにある、はい、チャンネルでご覧になっている方、はい、画面右側のソーシャルストリームから、はい、ツイッターやフェイスブックでどんどんメッセージお願いします。はい、ツイッターのハッシュタグは、シャープ、金沢、片町。はい、シャープ、金沢、片町。はい、シャープは半角です。 はい。はい、よろしくお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしております。ということで、えー、今夜も10時まで2時間お送りしていきます。楽しい内容たくさんとなっていますので、最後まで楽しみにしていてくださいね。はい、それでは、今夜もお楽しみに